ニコニコ動画をご覧の皆様、ゆっくりです。今回は、北米版のソフト、パワーレンジャーを、やりたいと思います。ジューレンジャーが元になっているのかな？オプションでも特に買えるものはないので、やっていきましょう。キャラはこの5人から選択できます。今回はレッドを選びますね。名前はジェイソン、合ってる？エリア1ですね。小学生くらいの時にやって以来なので、操作方法は覚えていません。難しい操作は、なかったと思います。そんなソフトなんて、もちろん説明書もありません。ちなみに、このゲームに関してはスプレーなんですが、2面以降の記憶がありません。ということは、2面はクリアできなかったってことでしょう。今回はクリア目指して頑張りたいと思います。さっきから出てきている敵ですが、スパイダーマンの色違いに見えるのは私だけでしょうか？こいつらはタイプの色によって、能力が違います。一発で倒せるやつもいるし、硬いやつもいます。もうわかっているとは思いますが、画面下の緑のケージが、体力です。その隣が、残機です。一番左の四角は、まだ秘密です。一面だから敵も少ないし、弱い奴が多く配置されてるね。基本的に敵はそんなに積極的に攻撃してこないみたいです。それと、ステージの前半は変身しないで、途中まで行くと変身します。リーチも短いし、どうせなら初めから変身しといてほしいですね。はい、これがやりたかっただけです。やっと変身しましたね。レッドは変身すると装備が、剣になります。どのキャラでも変身後の差はないと思います。男でも、女でも、変身するとムキムキになります。このアイテムはボムです。必殺技みたいなものです。この後ボタン間違えて無駄遣いします。ボムは1個しか持てません。ステージのゴミ箱みたいなやつ壊すと出てきます。あと回復アイテムも出ます。体力が全開の時に、回復アイテムを取ると、体力ゲージの色が変わり少しだけ体力が増えます。敵は両端からしか出てこないので、真ん中で待機していれば勝手に寄ってきます。挟み撃ちにされることが多いので、片方の敵ばっかり攻撃すると、ナイフでチクッとされます。チクッとされるとひるんで、ひどい時にはもう一回刺されることがあるので、雑魚だからといって気は抜けません。ピックアップトラックで登場ってところが、外国っぽいですよね。敵を倒したら、当然車も壊します。車でも壊します。アイテム出ないけど壊します。だって敵の車なんだもん。まあ、そうじゃないのも壊す時もあるけど、それはただ単に、壊せるものは壊しておきたいっていう。ね。みんなもそういうことあるでしょ？あ、体力全開じゃなくても、ゲージの色が変わるみたいですね。緑から青になりました。ベンチとかドラム缶の中には、
こうやって投げて使えるものもあります。敵がたくさん出てきた時には便利ですが、うつ主みたいに無駄に使うのは良くない例ですね。こいつがここのボスですね。骨に帽子かぶってマント。ちょっとおしゃれな骨さんみたいです。エリア1のボスなんでそんなに強くないと思うからサクッと倒しちゃいましょう。って、あれ？なんかめっちゃ攻撃されてますけど、大丈夫なのこれ？よしよし、動きが大体わかればそんなに強くないね。ボスだけじゃないんだけど、キャラ同士の位置がかぶった時に最後の、一撃だけは外れちゃうんだよね。お、バラバラになっちゃったぞ。で、この人腕なくなってますよー。なんか強くなさそうですね。ぴょんぴょんしてるだけだし、この時は口から火を出してきた気がするんだけど、やってこないね。あ、またバラバラになったよ。今度は、頭だけになっちゃったね。なんか全身の骨砕く結果になってごめんなさい。でも、結構当てづらいね。